でから揚げというか、これってよく考えたら VV ブレイク常に打てるようにしといた方がいいんじゃないのか。よし、から揚げ VV ブレイクの準備や。よし、岩山トンネルを VV ブレイクでポケモンの残骸まみれにしてやろう。何くれるんすか、ピカピカだ。あー、いらない、ありがとう。いい子やな。お前はもう、うわー、久しぶりの縦微振動なで、縦微振動なでやりすぎて、多分唐揚げおでこめっちゃハゲてると思う今、ツルツルに。よーし、じゃあ行きますか。あ、トレーナーとかいるんやったっけ。めっちゃ執念深く追ってくるやん。僕もたまにポケモンジムに行くよ。負けちゃうけどね。もうその時点で俺と戦うのやめとけ。負け知らずや、こっちとら。お、EV。EV 使い多いな。しょうがねえな、やってやるか。EV レベル22。君、たけしのジム行ったら勝てると思うけど。お、コーチトレーナーのお姉さんじゃないか。岩山トンネルは厳しいよ。ここで鍛えていきな。手取り出したら、ロシアだ、ロシアだ、ロシア。若者に胸貸しちゃうよ。何このお姉さん。勘違いさせてくるタイプ。コーチトレーナーのホタルちゃん。ホタルちゃん。ニョロゾ。ニョロゾか。変えるか。ブロッコリー行け。まあ、ブロッコリーであれば何してきても大してダメージにならんやろ。催眠術、あ、それは聞いてない、それは聞いてないな。寝ちゃうな、さすがのブロッコリーも。それはな、ちょ、ブロッコリー寝てるとこ正面から見たいねんけど。ブロッコリー、カメラブロッコリーの正面に回してもらっていいですか。あ、ホタルちゃん、ホタルちゃん、完全に寝てるわ。なんやったらちょっと不機嫌そうな顔して寝てるわ。バブル光線、まあ効かんけど、目覚めてくれんかな。なんでやねん、多少は痛いやろ、起きろよ。バブル光線ご了承やめろ、びしょびしょなるやろブロッコリーが。目覚まし、やっと起きた。痛覚ないんかこいつ。しかも鶴の餅一撃でしてもらえなかった。いや、やめてくれ、もう一回寝たらクソゲーや。オッケー。さて、石はレベル23に上がった。石は新しく、あ、岩なだれ欲しいです。おこりざる、飛行技もエスパー技も持ってるやつおらんな。しょうがない。フェアリーも効くんかな。どっちにしろないわ。めっちゃ怒ってる。怒り猿ってこうして見たら結構怖い。怒ってる理由わからんし、なんかわからんけど怖い。うわ、瓦割ってる、痛い。死んやせんやろうと思ったけど、ほんまに死なんだけで結構危ない。オコリザルはでも確かに格闘タイプの強いポケモン刺さるな。エスパータイプのポケモンが欲しい。でもそれこそフーディンとか欲しいんやけどね。ケイシン逃げられたからな。いいぞ若者。かわいい、お姉さん。瓦割り、あ、瓦割りくれた、ありがとう。よし、ケイシ来た、やっと来た。ちょっとこいつは逃がさんぞ。食べろ、釣りの実。こいつこんな、いや僕いつでもテレポートする構えですよみたいな顔しながら、ズリの実はしっかり食うからな。よし、中央に来た時、ここにゃー、
なあ、難しくない？いや、逆や。逆に、お前が右に行ったとき、よし。もうちょっと右に飛ばしたつもりやったけど、あんまり右に行かんかった。よし、やっと剣士捕まえた。やっと捕まえた。あー、時間かかった。1日に18時間眠る。うわ、親近感湧くな。僕もロングスリーパーやからな。いや、っていうかね、フーディン育てたいんですよ。あの、初代ポケモンでは結構フーディンが最強ポケモンで、僕も好きで育ててたので、フーディンがちょっと欲しいんだ。御三家はほんまになんていうか偶然のパワーで、まあ不思議種だけちょっと時間かかったけど、不思議種も実質偶然捕まえたし、ほとんど苦労せずに捕まえてるけど、まさか一番苦労するのがケイシーになるとはな。正直ケイシー手持ちに加えるかちょっと悩んでんけどね。まあいらんかったとも思ったけど、単純に僕がこのゲームボーイ版やってた時に確か手持ちにいたので。他にペルシアンとか持ってんけどね、当時ペルシアンがめちゃくちゃ強かったから、まあまあまあ今回はいいでしょう。で、石つぶて育ててますけど、この石つぶてもね、近く置き換え予定があって、僕サイドンが好きなんですよね。好きというかサイドン強えって思ってて、暗っ思ってたより暗い。あえて使わずに、ああ、いけるけど、ああ、まあ、いや、いけるな、ああ、輝きなくても別に、まあ、行こうと思ったらいけるな。でも、輝いて暗いなぁ、ちょっぴり照れてる、なんで暗いなぁ。でも、お前の輝きがあれば、でも輝きって言うけど、別に光らせてるわけじゃなくて、精神統一してめっちゃ頑張って見てるだけでしょ。なんかすっげえズバッといいんだけど。ちょ、ズバイ、ズバリティが高い。なるほど、この辺のアイテムはやっぱりちょっとわからんな。虫除けスプレー。ポケモンやったら野生のポケモンと、ああ、来た、サイフォン。たあ。捕まえましょう。ちょっとサイフォンは欲しい欲しい。これはゼガヒでも欲しい。ズリノミ、おい。ズリノミを与えてスーパーボールを持っていたとしても、エクセレント無理か。枠黄色いな。これエクセレントじゃないと出られる気がするな。やっぱりズリノミが、はい、ズリノミ節約したいねんけど、でもズリノミなかったら出てくる気がするな。おー、捕まった。よーしよしよしよし、いい子やね。こいつの名前も岩やねんけど、あ、言い忘れたけど、ケイシーの名前はサツマイモになりました。カラーリングがそれっぽいから、単細胞で一つのことしか考えられない。突進を始まると眠るまで止まらない。マジや、マジか、バカじゃん。捕まえると思うから、もっと個体値いいやつ見つけたら交換してもいいかもね。あ、そういえば最近ポケモン出してないわ。ケイシーボールから出したらどうなんの？ついてきてくれんの？おいで、サツマイモ、おいで。でもなんかこれしてたらそのうちワープで逃げそうじゃない？サイフォン乗られへんのか？っていうか、乗れろ、乗れた。やった、ゴルバット、欲しい欲しい欲しい、でかいゴルバット。ゴルバット捕まえるの難しくね。タイミングゲーか。また、おーい、ずれた。なんでちょっと右行った。おい、あれ、おとなしい。やった、顎外れポケモン300、経験値がもらえる。ちょっと新規加入勢がレベル低いから、バシバシポケモン捕まえていこう。どっからともなく近づいてくる。鋭い牙を使って噛みつくと同時に血を吸いまくる。こんなもんの話にすんな。絶対事故で子供とかが怪我したりするやんか。君は何をしてるの？
ケモンファイトレディーゴー、いたね君。君原作にもおったね。ポケモン大好きクラブ、あ違う、怪獣マニアか。君本当にそれでいいの？君ヤドン、そうですか。あ、サツマイモが育った、破れたのか。なんやね、怪獣マニアっていうかただのヤドン好きな人やんけ。おーおーおー、いきなりか。ユンゲラー、ユリゲラーさんは何の関係もありません。超能力者のユリゲラーさんは一切関係がございません。ユンゲラーというオリジナルポケモンです。これは裁判になったからね。ユンゲラー近くにいたりすると時計が逆回転、逆回転したりおかしなことが起きる。なんて迷惑なポケモンや。スプーンマギを覚えた。あ、でもまあまだサツマイモ感あるな。サイケ光線覚えた。いいね、サイケ光線いいね。おお、ちょっと待って、イーワークとカラカラがいる、両方欲しい。捕まえてないポケモンのオンパレードや。えー、釣りの身が足りんな。おい、スーパーボー、え、マジで嘘でしょ。釣りの身与えてスーパーボール構えてんのにオレンジなの枠が、こいつやば。イワークの分際で、あ、捕まった。ごめんな、イワーク最高や。イワーク最高やな。曰くって、曰くってたまらねえな。いいよな曰くってな、みんなもそう思うよな。地中をものすごい勢いで掘り進み餌を探す。通った後はディグダの住処になる。じゃあディグダの穴ももしかしてディグダが掘ってないんじゃないの。あれ曰くの穴なんじゃないの。あ、カラ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 が欲しい。あ、いい、ちょっと待って、腕力持った、欲しい、全部欲しい。カラカラかわいいな。ほい、あー、グレートか、少し早かった。あれなんかエクセレント難しになってる、下手くそになってる気がする。あー、でも捕まった、嬉しい。カラカラや、カラカラってなんかあんまり育てた覚えないけどかわいいよね。いい、なんかいいよね。死んだ母親の骨をかぶる、鳴き声は骨の中で響いて物悲しいメロディーになる、孤独ポケモン。あ、ワンリキーや、ワンリキー、よし、ワンリキー捕まえようぜ。カイリキーが強いからね、ワンリキーもやっぱり需要はあるよね。なんかそのやり気のないパンチ、かわいい。うい、オッケー、バシン、よっしゃー、いいですね。お、ブロッコリーが育っていく。言うてる間にもう不思議花のレベルに見えてきたな。小さな体だが力持ち、その上いろいろな格闘技をマスターしていてとても強い。大木戸の感想やろこれ、最後の一行。うくそ、欲しいポケモンが多すぎてどんどんボールがなくなっていく。サイホーン捕まえるとレベルが上がっていくな。唐揚げを新しく手助けを覚えたい。手助けって何やったっけ、ダブルバトルの時に使う技じゃなかったっけ。仲間を助ける、ちょっとサイホーンがでかすぎて他のポケモンを避けらんないんだけど。ん、そういえば僕このゲームのなんかスクリーンショットみたいなんでさ、イワークに乗ってんのを見たことがあんねんけど、イワークも乗れんの、そういえば。戦わずして殺せるやろ相手。あ、ちょっと待って、ゴロニャいる、じゃあゴロンか。ゴロンはちょっと石つぶてが手持ちから外れた関係で捕まえときたいな、図鑑を埋めるために。
さらに進化するとゴローニャなんですけど、ゴローニャはちょっと友達がいないと捕まえられないポケモンなので、ちょっとすいません。どこ消えてん、消え方おかしすぎる。しかも別にそんな言うほどスピードが速いわけでもないっていう。いや速いんかもしれん、自分がデカすぎてこうなんか分からんのかも。ええわもう。岩山飛んでる地獄かよ。ちょゴロンの風えぐいねんけど。いやでもちょっと待って、ゴロンって捕まえたら結構な経験値になるぞ。ボール減ってきたけど、まあ俺には金ならあるし、ゴロン捕まえていくか。ほい、ミスった。よし、なかなか技あり。今ゴロンを乱れ捕まえしてる途中やねんけど、ゴロンがね1体捕まえるごとに経験値500以上くれるからめっちゃ美味しくて、バンバンレベルが上がっていくんよ。ポケモンたちの唐揚げとかも多分俺の腕でもう腕組みしながら見てると思うわ。ほう、ゴロンですか。今のエクセレントスロー技ありボイね。あ、トレーナーさんいたんですね。家にいるときはポケモンのイラストとか描いてる。知らんわ。ツイッターの自己紹介欄に書く文章やんけそれ。ガルーラね、なかなかいいポケモンや。こちらとしても二度蹴りを使わざるを得ないな。あんにこだまされた。くそ、もう一回。あ、でも意外と効かんな。さすがにガルーラは強いか。カヌギはトワゴの掛け声に合わせ技を避けた。せーの、はい。え、マジでそんなんあんの。エラ上げ悪やんけ。さては唐揚げ、お前俺のこと好きやな。さてはお前はあ。うお、おでこつるつるにしてやるよ。パイルの実をあげようね。クリティカットを見つけた。クリティカットってなんだ、そんなあったっけ。急所率が大きく上がる。へえ。この辺の戦闘中に一時的にポケモンの効果上げる系のアイテムほとんど使ったことないんよね実は。空手をイワーク、あ、それもしかして岩タイプですか。それもしかして息切バブル苦手ですか。さようなら。やったね、急所に当たってる。唐揚げで HP 回復した。いいことずくめやった。ありがとうございました。せっかくから捕まえたばっかりのさつまいもに交代や。行ってこいさつまいも。うわあ、あんま怖くない。でも防御下げられたのは良くない。ここはサイケ光線じゃ。お前のサイケ光線見てたれ。これは効くやろ。オッケー、いいね。ポケモンってどのタイミングで進化させていいか毎回悩むよね。というのもなんか進化してしまうと技を覚えなくなったりするポケモンがおって、進化させる前にこの技を覚えさせないとダメみたいなのがあんねんけど、その辺僕よく知らないんですよね。
多分やり込んでる人は知り尽くしてんねやろうけど、なんかそういうのがあったなーぐらいで、もうほとんど覚えてないから。このポケモン進化させていいんかなって毎回不安に思いながら進化させてるわ。よーし、どんどんレベルが上がっていく、どんどん上がっていくよ。8、俺はゴロンに取りつかれているのか。俺のポケモンテクニックでヒーヒー言わせるぜ。え、不審者やん。石粒で山男に俺のテクニックでヒーヒー言わせるぜって言われた事案やん、小学生が。おらいゲイバブル、前から思ってたけど唐揚げやったね。息気バブル使うときリアップって言ってない、リアップって言ってない。聞いといて、みんな聞いといてな、絶対リアップって言ってるから。行くで、聞いといてな。ほらやったね、リアップ。もしかしたら広告料もらってんのかもしれへんな。エンディングのスタッフロールでリアップって出るのかもしれへん。よし、なんかもう流れ作業のように山男の岩ポケモンをイキキバブルで殺していってんねんけど。ほらやったね。いや強えわイキキバブル。というかイーブイ他にこれといって使ってる技ないから、鼻の出他の技覚えてきてもええんちゃうか。もう極端な話。あ、ゴロン、あー、あー、ゴロンゴロンゴロン。なんかもう相手が1匹しか出してけへんかったら VV ブレイクでいいんじゃないのかって気がするな。あ、VV ブレイク貯めなきゃ。唐揚げをなで回すことにより。あー、どうした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 、とってもやる気に満ち溢れてる。あー、らら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 ら、ら、ら、時々ただの勇気青いになるな。かわいいねんけど。かわいいかわいいかわいい。ああかわいい。うちの唐揚げが一番かわいい。だでかい。逆にカラカラちっちゃ。うわ、なんじゃこのお姉さん。目印の小枝を折って歩くといいのよ。は？頭までいい。可愛い上に頭までいいだと。ヒートトレーナーのみのりちゃん、の可愛い、使うポケモン可愛い、そして弱。僕可愛い可愛いって言ってロコン育ててますけど、実はロコンって進化して9コンになったとしてもすげえ弱いんですよ。当時は知らんかったけど、そもそもポケモンとしての種族値がすごく低くてめっちゃ弱いんですよ。素早さ高いぐらいで、だから割と愛情がないと使えないポケモン。可愛いからね。でもユンゲラを送り出そうとしている。ユンゲラ防御力そのものは低いはずやから頭突きで死ぬと思う。死んだわ。まさか頭突かれるとは思ってなかったんやろ。いいとこ入ったんやろ。予想外の強さ。あ、エリートトレーナーさん、おかハイパーボールくれた。え、なんか当たり前のようにハイパーボールくれた。嘘、いいんですか。君の戦い方迷いがないわね。まあ頭突き以外考えてないですからね。あ、ゴロンにおった、捕まえなきゃ。いえ、せっかくやから使ってみようかな、ハイパーボール。ちなみに捕まえやすさ補正がモンスターボール1倍、スーパーボール 1.5 倍、ハイパーボールが2倍かな。よっ、ずれちゃった。でもハイパーボールなら
ハイパーボールの力があれば。よーし、たやすい。まあ、捕まえやさ補正はポケモン GO での話ですけどね。おーおお、来たか。ついに来たか。っていうかもうそんなレベルか。不思議そうが、あまり可愛くなくなって、ああ可愛くない。いやまあこれはこれで好きなん、いやまあうーん、でもうーん、俺不思議だねの可愛さが好きやったから、うーん、まあうーん、まあうーん、まあまあうーん。背中に生えた大きな鼻は太陽の光を吸収しエネルギーに変換できる。なるほどな。100キロあるもんだって。100キロってもうもはやブロッコリーではないし。おほほほほ、ついに出たぜ10番道路。あのちなみになんですけど、ゴロンを捕まえまくった結果、あのポケモンが全体的にめちゃくちゃ育ちました。岩山トンネル入る前のレベルと全体的にレベル10ぐらい上がってんだけど、えらいことなってもうた。この辺にアイテム、わあった、7の実。そう、あのここゲームボーイ版でもさ、この辺なんか草むら、草っていうか木の塊みたいなのがあって、そこ調べたらアイテムあんねよ。まさかこっちにもあると思わんかった。嬉しい。次どこ？シオンタウンか。ちょっとトレーナーとは戦いたいけど。うわ、怖い BGM。 カラカラが。お、シゲオ出たな。怖いとこ、怖い BGM。 何やったこれ、ポケモンタワー。そっか、ポケモンタワーか。ポケモンのお墓やねんよね。よし、とりあえず回復しましょう。